どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのおけんです。暴走のワイアットアープと呼ばれたワイアップアープと同じ誕生日のさやです。なんでガンマンになってんだいきなり。知ってんの？嘘。西武のガンマンの名前でしょ。嘘、伝説のガンマンの名前。知ってんのか。そこに驚くね。台無し。ということでこちらです。はい。はい、今日台無しですよ。さやさんのさやさんの挨拶の狙いが台無しになったところなんで、どこへ行くんだよ誰だよお前。ということで、はい、今回やっていくのはこちら。台無し。台無し。ということで、まあ、はい、何をやるかというと、もう皆さんこちら聞いていただきましょう。ということで今回やっていく企画はこちら。プロの絵師がガチで描いた絵、上から塗って台無しにしてみたー。ふぅー、源泉垂れ流し。ドバドバ。はい、何かというとですよ、人がガチで描いたよね、うん、上から塗りつぶすなんてね、いやもうほんとにやったらやっちゃダメだよ、はい、お互いの了承とゲーム性がなければやってはいけないことなんで、皆さん必ずやるときはご注意ください、はい、まあまあシンプルにどういうことをやるかというと、はい、3回戦台無しお絵描き対決というのをやっていこうと思うんですが、はい、例えば僕が下書きを描きます、でさえも下書きを描きます、はい、それを5分下書きをしたらそれをチェンジします。相手の下書きからお互いペン入れをしていく。1回戦目はこちらでいきます、はい、そして2回戦目も同じようにお互い下書きをします。ここからが本番です。もうアレンジして OK、 D なしにしてやるのかね、はい、ペン入れの段階からない要素を付け足して OK が2回戦目からになりますね、はい、3回戦目もさらにちょっとね特別なことをしながらもう台無しにねどんどんしていこうと思うんですが、でサムネにも出てるようなカラーイラストの台無し企画、もう今回の本編を最後にガチ絵を本当に塗りつぶすっていうのもやっていくので、皆さん最後までぜひお楽しみください。お前の闇を俺の光で包み込んでやるよ。イケメン。ファー。てて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 てなんでだよ。さあということでまずは1回戦目です。こちらでいきましょう。コミキの下手すぎ。やばくないこれ。うさぎさんでも来たん。うさぎさんにこじられちゃったのか。そう、うさぎさんにかじられちゃった髪なんだよ。ああもうしょうがないね。うさぎさんならしょうがないよね。みそじのおっさんが。じゃあまあね、さっきも言ったけど、第1回戦目は下書きをまずお互い5分でやります。はい、そして入れ替えてペン入れ10分、はい、やっていきましょう。いきますわよ、下書き。はい、1回戦目よーい、ゴボップ。でもさ、これさ下書きっていうかもう5分だからね。そうね、ラフに近いよ。自分でも自分の下書きさ、うん、切れそうになるんだよね。ってことはさやさんはさ切れちゃうってことだよ。切れ散らかすよ多分ね。夏目さんち史上最大に切れる。うそ、うん、どうせ書き始めた瞬間にさやさんの手が、うん、コロ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 切れるってそっち。それでは聞いてください、はい、握力がない。なんでだよ。どうしよう、誰の子供抱きしめてあげられない。なんでそこが問題なんだよ。これじゃ誰にもこの思い伝えられない。何を伝えたかったの。味噌汁をあったかいうちに飲んだ方が美味しいってこと。誰もが知ってるよ。父の事実。ということで5分経ちました、はい、第1回戦目の相手にぶん投げる下書きです。せーの、でーどー。ほらもう見て、うわなんなん、どうですかこれ。もうこことかだってなんか重なってるもんね、何かがね。ほぼラフみたいなもんだけど、でも僕のやって下書きでもこんな時あるじゃん。あるね、うん、これはでもね1回戦目はあれですから、相手を尊重しながらペン入れをしなきゃいけないというとこなんですけど、うん、はい、とりあえずじゃあここにペン入れしていきますか。じゃあほら、よーい、スタポン。ぐるぐる目にしたくない、言うこと聞きたくない。聞けよ。ハイライト入れたくない。あ、やめて、入れなさい。トゥルントゥルのおめめなんだから、うちの子。どこの設定は分からん。僕につけていい？いいよ。私の見え、サイゼリアで働く。絶対違うだろ。いつなんだよ。いつのサイゼなんですよ。ここになんかついてるんだけど、この何かがわからないから、うん、これを完熟マンゴーにするのはありですか？なしだろう。聞くなよ。はい、ということでペン入れタイムは1回戦目、相手の下書きをほぼ尊重するタイプのペン入れ、はい、せーの、でどん。おー、うわー、おー、めっちゃ銀さんの絵にな
になってるよねこれ。あのちょっと目つき悪くなったからね。いやそうね、ちょっと悪くなったも、うん、確かに鼻の穴の角度もゲイさんだよ。あー確かに、うん、さえもうちょっとツンとしてんもんね。あそうそうそう、なんかね、確かにもうちょっと団子っぽくなる。そう言われるとそうかもしれない、うん、あとねこれ自分で書いて線入れた瞬間に気づいたんだけど、うんうん、ここの目の横のここの閉じ方が僕の閉じ方しちゃったんだよ。あそうね、ちょっと四角寄りなのね。でもそんな、まあ、この辺はね、あでもゲイさんだよ、うん、いやでもゲイさんだよ。これちょっとみんな視聴者さんの判断に任せますよ、うん、いや多分みんな、うんうん、プリーズ、うわー着席っていう感じだったよ。よく訓練されてるな。あでもでもでもすごい、よくねえじゃねえわ。違う、線が綺麗だわ。いやまあ確かにゲンが自分でやるよりかははるかに正当された線だ、うん、そうそうそう。すごいなんかこう整った感じというか、うん、色塗りできそう今から。あそうね、うん、どっちかというとね、その塗り絵を作るペン色をするんで、そうだ、ねうん、宮崎県産のマンゴーと何でもいるじゃんマジで。クリームパンダちゃんがいるじゃんここに。そうだ、耳元に生えた完熟マンゴーとクリームパンダちゃん。もうサヤジオグラフィックに巻き込むんじゃねえよ。だって何書いてるか分かんない。はい、ということで第2回戦目、はい、何リスかな。いいじゃん、綺麗じゃんさっきのうさぎちゃんより。一口がちょっとちっちゃくなったかなって、うん、いいでしょ、レベルアップしてるっていうこと、うん、ギザギザ日々努力。はい、ということで第2回戦目、はい、さっきと同じように下書きは5分お互いやります、うん、で今度はペン入れでゴリッゴリ自分のアレンジを入れていいです、うんうん、書かれてないものも書いてもいい、 OK、うん、やっていきましょう。オッケー、ここからですよ本番は。だいたいねこれをねガチでやったのが最後になるんで、うん、いきますよ。やーい、やるー。なんかすごい、なんか今久しぶりに絵描く感覚でいるんだけど、毎日言ってるよね。そう毎日言ってる。間違えた、連れてくるさやさん間違えた。嘘、絵描けない方のさやさん連れてきちゃった。絵描けないさやさんと思ってきちゃった。二つまで並べる仕事のさやさん連れてきちゃった。いらないだろそんな仕事。なんだその世界線。ということで第2回戦目、さっきと変わらず下書きです、はい、せーのデドン、うん、あーゲンさんだね、うん、サヤさんだな。今回じゃあペン入れしながら、うん、自分独自のアレンジをしていきつつ、うん、キャラ設定も自分で作りましょう。はい、はい、では、はい、よーいザ・サヤみたいな子。ザ・サヤだよその子は。でも私が手癖で書き続けてる子だからね。まあこれもゲンさん手癖で書き続けてる子。手癖バトルと行こうじゃないの。ドッカンドッパン手癖バトル日曜午前4時早い。ターゲットが早い。この子はお弁当屋さんで働く子。それは無理がない。一応唐揚げがうまく揚げられなくて。可愛いけど。この辺あの飛び散った衣が。すげえ幻影的に上がってんじゃねえか。しっかり店長唐揚げの衣がなんか装束みたいになっちゃいました。しょうがないなもう。優しいな店長。ぶち切れてもいいんだぞそれ。さすがに。これがなんか装束なのかわかんない。これやっぱにすんなよ唐揚げには。私にはこれがこう見えたからしょうがないよね。ねえみんな。呼ぶな呼ぶな。訓練された人たち呼ぶな。カタツムリ、え、なんかカタツムリの歌あったよね。あなたがカタツムリであるゆえんは何なのみたいな。そんな難しい歌ないでしょ。あ、そう、でんぐり返してバイバイバイ。よし終わっちゃったんだけど。なんか違うってる。でんでんでん。繰り返し。パラチリガラトロン。待って、鼻につけて。待って待って待って。待って待って。でんでんでん。繰り返し。強いこいつ。勝てない。待って。でんでん。でん。電気。電気。ほうてん。でんでん。むしむし。カタパルト。あれ書けよ、あれ書けよ。バカか。お前の目玉はそこか。こえたぞ。書けよ。はい、だいぶオーバーしましたが、第2回戦目アレンジ込みのペン入れ、はい、もう台無しタイム、イエーイ、せーの、デドン。うわ、すっきすっきいいんだ。いいね、なんかロボロボしくなってる、はい、手ついてるけど、うん、これはどういう男の子かというと、あ、てかもうちょっといつものさやの目に対して僕の目の線の多さを足してるみたいな。そうね、そう、これはどういう子かというと、これすごい重要なやつで、すっごい地下の奥に繋がれてるやつ、うん、で片腕片足もない、そんな繋がれた僕に何を恐れてるのとか言うぐらいの人。てんてるれん。コールすんな、コール。ガチャ、好きです。
じゃじゃん。はいはいはい。あー、かわいい。ちょっと可愛くしてみました。かわいいけど、なんかキラキラしたね、ずいぶん。いやそうだ、ハイライト入れましたもん。カタツムリ。あ、でもかわいい。ほんとだ。そう、これでっかいカタツムリが頭に乗ってんの、これ。あ、でもなんか異次元感あって、ここもカタツムリのモチーフ。あ、そうそう。この子がこう出してる、なんか体液みたいなのがこの辺で固まって、こういう、これ体液なんだ。鎧みたいになってるの。はいはいはい、なんか街に、なんか、ね、すごい高名な魔法使いがいるって主人公が聞いて出会ったのがこの子で、はい、もうなんかね、すごいごっつい鎧とか着てんの。本体がこっちの。あー、いい。いい。こっちがすごい頭良くて、うんうんうん、すごい意地悪だから、早口で、なんか意地悪なこと言ってくるんだけど、うん、ある時、この頭の部分がいない時にこの子に会った時に、うん、なんか、あ、こんにちは、みたいな感じになっちゃうっていうキャラで。多分、渋井ゆかのさんとかがやってた。鼻の膨らんじてんの。ということで、第3回戦でございます。第3回戦。まあ、この後、最後にガチの絵でやるのは、この、今2回戦目でやった、もう下書きとかじゃなくて、最後まで、ゲンとサヤそれぞれが仕上げたものを、もう上から、台無しにしていく。上からゴリゴリいっちゃいますわよ。はい、というのをやりたいんですが、その前に、うまくね。戦いの中で成長してる。育っとる。すごい綺麗でしょ。綺麗になってる。すごい綺麗で頑張ったね、今。さっきまでウサギさんだったんで。そうやろ。戦いの中で成長するんよ。そう。少年は。はい、まあ、ということで第3回戦目はなんとなんと下書き時間5分です。そして目隠しでやっていきたいと思います。あんたら好きね。私たち自分たちを信じていきましょうじゃないの。というかさ、目隠しして5分間ってくっそ長いから、ね、長いからね。途中寝ちゃうかもしれないから、うん、みんな起こしてね。そうね。よーい、スタート。やめろよ。息ぴったりか。やめろよ。打ち合わせしてないのに同時に始めるどう手癖書こう。手癖、手癖でいくわ、うん、みんなかけてる。どう。え、やばい、今鼻の2ミリ下ぐらいにしか口生えた気がする。え、どうなってんの。やばい、待って、さっきこの辺まで書いた気がする。だからこの辺が顔だと思って書いた。書き足す。書き足すんだ。書き足す。今女の子にしようと思って髪の毛伸ばそうと思ったんだけど、うん、髪の毛が一体どこから生えてるのかも目が見えてないのでわからないんですね、うんうんうん、なので変なとこから毛が生えてるからもういいんじゃないかな。もうこれ以上やってない方がいい気がする。あ、そう。だってなんか膝4つぐらいになっちゃってる。膝4つ。あ、待って、また膝書いちゃった。すぐ膝書くんだよ。そうやってば、これ背中のつもりなんだけどさ、肩がどこかわかんない。変なとこに嘘せえだよ。何すんだよ。もういい、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 もうストップしていい。ストップストップ、いいよ。はい、じゃあいきます。目開けて、はい、いきます。せーの、デド。お、え、すごい、うまくね。ペンヒロすんの、ここに。よし、じゃあ行きましょう。じゃあもう最終戦を。いや、もう最終戦っていうか、もうなんかこれはおまけですから、皆さん。はい、はい、おまけです。よーい、スタート。ということで最終戦、元の下書きの線は全部なぞった上で色々付け足しました。はい、せーの、デドン。え、めっちゃ可愛い。どう、孫悟空です。やっぱそうよね。そう、これニュイボーでしょ。ねえ、これね、そのまま一応線はなぞった上で、これ多分さやの膝の付近なんだよね、うんうんうん、それをこうやって持っていって、尻尾からそのままキントン。あー、そういうことね。尻尾が均等運になってる、僕です、うんうんうん、だから尻尾振るとフンフンって、あの雲みたいな、こう、かわいい。エフェクトとしてはすごいいいと思う、うんうん、顔はそのままいった。なるほど。そうね。で、この顔から動いた顔の輪郭線は、うんうん、あの雲にしました。すごいかわいい。めっちゃいい感じ。ちょっとあの位置が下だったから、この全身本当だったらこう痛い、うんうんうん、おー、さすがです。頑張りました。あー、でも顔いいね。ちょっと気づいてなかった。長すぎて気づいてあの、あった線を全部ちゃんとなぞった結果だったから、見なかったよ。このやつは。これはスカイダイビングクジラ、うん、これはブレックファースト、これは泳ぐレタス、これ日高昆布たち、でこれは照れるセクシー目玉親父、まあ、こんな夢を毎日見てたら、うん、こんなクマができちゃったでしょうね。悪夢だよこれ。まあ、ということで、はい、こんな感じになりましたが、さあこの後は皆さんご覧ください。ガチ絵、まあ、ガチ絵というかね、しっかりキャラクターをカラーまで仕上げた上で、はい、もう上から上からゴリゴリ台無しにしてやろうと思います。それではご覧ください。どうぞポン。はい、ということで、ではでは台無しにされる子たちをまずは描きましょう。うわー。順序がおかしいんだよ、まず。いや、そうね、まずは、はい、こんなに頑張って描いてるのに、この子たちが最後にさ、ガッと描かれちゃうのよ。そうよ。上から上からガッと潰すために存在するためだ。消えることに意義がある子たちだから。はい、なので、格別ね、格別好きな
こう書いてみました、はい、もうガッとねドライヤー近今回近距離ドライヤーでね、はいはいはい、失礼いたします。そうなんですよ、今回はね、はい、もう透明水彩と、まあ、以前カラーインクでゴリゴリと塗っておりますけれども、はあ、だいぶ塗れましたねもうね。そうなんです、いや今回ねあの目だけマスキング、はいはいはい、目とはみ出ないように周りマスキングしてね、もうめちゃめちゃ色重ねて透明水彩、洋服すごい気合い入れてますよ、はい、私丹精込めて丹精込めて、ほら柄まで描いてる。ほんとだ、めっちゃ柄柄描いてる。そう、ぶどう柄よ、ぶどう柄。これぶどう柄なんだ。そうなんです、ぶどうくんなんで、まあ、これ男の子なんで、男の子らしいですね、男の子なんで、ゴキ強えなさあ目が入っておーい、まあ、普段だったらね、はい、これで終わりなんですけど、これで終わりなんですよ、うん、いやすっごい頑張った、これすっごい頑張った、すごいいい感じだよね、サイド好きそうな感じ仕上がってる、はい、かわいい、かわいいで正しいの。そしてそしてそして、あ、また始まりましたけど、現在これもまた、はい、改造されるためだけに存在している。いやそうですよ、そうですよ、まあなんかすでに改造されてるみたいにこうなってるけど、はい、なんかいっぱいくっつけられてるけどね。そうですね、これこの後お互い潰していくやつですからね、いや何度も言いますが、そんな、いやもう、はい、珍しく現在線画から残ってるっていう。いや確かにやっとデータが飛ばなかった、データがやっとデータが残っていました、うん、はい、さあ色塗りしていくっていうことですが、これもまたクリスタでゴリゴリと、はい、塗っていきますね、全部乗っけてね、はい、色ね。でパーツごとに分けて、パーツごとに色調補正を都度している感じですね。おー、で調子を合わせながらやってるみたいな、はい、おー、さあ仕上がっていきますが、このニョロニョロくんが結構お気に入りです、可愛いです。いやでもあのちゃんと、はい、ちゃんとあの潰しました、はい、任せてください、すいません、はい、お完成しましたよ。いやもう皆さん本番こっからよ、可愛くできましたね、可愛くできましたね、可愛くできましたけどね、でーでん。はい。ようこそいらっしゃいました。さやさんが、この子はさやさんが今ガツガツに塗りつぶして、ね、メイクされてる、顔持ちが。もう色変えましたよ、もう。あー、さやもやられてる。ゴリゴリ変えましたよ、もう。あー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 。すごくない?すごくない?あ、にっこりした、にっこりした、バカ!バカ微笑ますな!あー。頑張ったのに、手袋も、え、そう、服着てたから、あ、嘘嘘嘘、なんでその2杯なんて剥がしちゃった、いや、人じゃなくなってるブドウがうわー、いやもう自分の性癖で真っ黒よ、いやもうだってなんか全然違うもんね、うん、これ目ね、うわー、ね、ぐるぐるされてる、なんか両親のハイライトが残されてる感じですね、はい、そうですね、いや、うん、やられちまいました、こんな感じでしたよ、上からねゴリゴリと重ねて台無しにしてみましたが、え、でもいつもとなんか違う絵を描いた感じになって楽しかったですね、めちゃめちゃ、まあでもね、うん、まあ、台無しにしない方がいいと、元がやっぱ、うんうん、まあオリジナルのね、素材のまま食べよう、うん、美味しいね、うん。